こんばんは、あやらです。サミーです。あやらサミーです。寝てたのを起こしたんですよ。ちょっとあまり機嫌悪くないみたい。今日はやってみたいことがあるんです。最近ネットとかで流行ってるワンちゃんが反応する音っていうのを今日流してサミーとちょっと一緒に遊んでたんですけど、ちょっとすごく可愛かったので皆さんにもお見せできたらいいなと思って。サミちゃんいい？そんな気分ではないみたいなんだけど、ちょっと一回流してみるね。いくよ。サミ。サミーは携帯から流れてるのに分からなくて、携帯のそばをずっと探したり、耳めっちゃバッて立てたりして、あ、ちょっと本当お疲れ様でした。すごく可愛らしかったんですよ。なのでぜひワンちゃんがペット家族だよっていう方はちょっとぜひやってみてください。流行ってるみたいなので、ごめんねサミちゃん、もうやらないからね、ってな感じでした。以上、アイラでした。バイバイ。皆さんこんばんは、市川ゆずきです。今日はですね、レッスンをもりもり最大にしてきました。ということでね、これから目標に向けてこれから日々レッスンをしていきたいなと思うんですけど、その目標は7月18日に私たちアメフラッシュが、配信限定でライブをします。イエイ。画面越しとはなるんですが、本当にモリ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 で頑張るので、皆さんよかったら見てくださると嬉しいです。そしてね、最近はガチンコ収録したり、結構アメフラメンバーに会えることが多いので、いつもこれがアメフラだなと思っております。早くみんなにも会える日が来るのを私は待っています。ということで、今日はアーニーさんのお誕生日です。お誕生日おめでとうございます。ですね、本当にアーニーさんにはいつも浪江としても助けていただいてますし、本当に感謝しかないので、浪江のメンバーみんなでこれからストーリーに1人15個ずつ計100個のいいところを書くので、皆さんよかったら見てください。アーニーさんも見てください。ということで、ゆずでした。バイバイ。皆さんこんにちは、アメフラッシュの小島花です。今日はダンスレッスンをしてきました。ちょっと髪がボサボサです、汗で。そう、もう湿気がすごくて、本当になんかピョーンって跳ねてるんですけど、まあ結んじゃってるから分かんないと思うけど、結構すごいボワボワなんですよ。鼻、髪ボワボワになっちゃうタイプで大変なんですけど、ダンスレッスンをしてきたんです。はい。やっぱね、家で筋トレとかやるより全然汗のかく量が違うので、もう本当に久々に3リットルぐらい汗かいたなと思いましたね。はい。ライブに向けてアメフラッシュ頑張っております。楽しみにしててください。それとね、あさっての日曜日に朝活のインスタライブ朝6時からやりたいと思っています。久しぶりですね。2週間ぶりぐらいかな。ですので、はい、私も感覚があんまりちょっと朝6時のなくなってますので、優しい目で見てください。でも結構お手軽な食べ物にしようかなと思ってます。ぜひ楽しみにしててください。あとね、ブログ出したから見てね。それと昨日アーリンさんのお誕生日でした。おめでとうございます。なので、じゃあシュークリームと唐揚げくん買ってきました。食べたいと思います。やばい、時間ないんだけど。じゃあいくよ。いただきます。唐揚げ、うん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 、
一緒に食べても美味しい。こんばんは、アメフラッシュの鈴木萌香です。最近聴いてる曲があるので少しだけ弾きたいと思います。ディッシュさんの猫という曲です。君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はずっとパッと現れてくれ何気ない毎日を君色に染めておくれよ。一週間お疲れ様でした。明日も一緒に頑張っていきましょう。早くライブで会える日を楽しみにしています。アメフラッシュの鈴木萌香でした。おやすみ。